いっけー。それじゃ始めましょう。回复了呀，回复了呀。呀！無理しすぎなのよ。真讨厌你啊！真不甘心。私はこれでおしまいよ。パーン！请你好好休息。屁股倦一些。じゃあ始めようか。パーン！行くよ行くよ。へー！快看快看。嘿！哎呀，被打败了。呀！呀！パーン！これはどう？いや、真是太丢人了！真是太丢人了！让我道个谢。好，ありがとう。これ使えないよ。世界へ飛び立ちましょう。この大きさは新記録ですね。新しい招待が来てるよ。あんまり新着メールだ。見ない。ついてないね。失敗したようだな。記録更新か。招待が来ているな。これは記録を塗り替えたようだな。の招待が来たみたいだな。制作完成だ。好きなボーナスを選べよ。どうやら使えないようですね。さあ始めましょうか。穏やかな航海を。ここはあなたが決めてください。おめでとうございます。新記録ですよ。逃げられちゃったよ。招待されているよ。誰か。制作が完了したよ。すごいよ。この大きさは新記録だよ。収穫失敗だよ。勝利もきっと私たちの前だよ。勝利もきっと私たち。新記録完了。お疲れ様です。あら、この大きさは記録更新よ。すごいすごい。本当に大きい獲物だよ。空に向かって、海に向かって、気をつけてね。旅に向かって、戦闘開始。さあ一緒に楽しみましょう。さあ一緒に楽しみましょう。あら、とってもレアな宝物みたいね。失敗したの？残念だったわね。収穫失敗。ずれましたね。ずれましたね。ずれましたね。これ以上は入らないわ。もう少し大きいのにしたら？世界の誕生の時、創造主は美しく輝く一つの星を使い、この世界を創造した。次に創造主は聖なる天秤の力を用い、双子の女神を生み出し、世界の命運を象徴する創世歴を彼女たちに託した。数多くの生命が生まれ、
自らの居場所を見つけた世界の住人たちは幸せに暮らしていった。幾千万年の時が過ぎ、創世歴は最後のページに近づいていた。新たな暦の制定が必要となるが、そこで二人の女神の意見は分かれてしまう。矛盾、争い、対立、論争はついに戦争へと発展してしまった。大戦の中で力の源となる聖なる天秤の場所を知った一方の女神は天秤のバランスを崩してしまう。拮抗していた力は傾き、女神の力は世界の各地に散っていった。力を失い争いに敗れた女神は残った力を使い忠誠を尽くす精霊たちを逃がすことに成功する。そして最後の力を使い果たした女神は地上へ落ちてゆくのだった。